どうも、翔太です。この間ね、4月16日に、西条音楽酒場さんの方で、酒蔵アコースティックスタイルということで、アコースティックイベントをやらせてもらうっていうね、告知をさせてもらったんですけど、まあ、またね、この、はい、フライヤーができましたので、まあ、今回もちょっとフライヤーをね、いろんなお店に配らせてもらいながら、まあ、ちょっとね、せっかくなんで、いろんなお店をまた紹介できたらいいなと思ってます。まあ、ちょっとね、被るところもあるかと思うんですけど、できるだけね、こう、前とは別のお店っていうのもね、紹介できたらいいなと思ってますので、はい。では早速、行ってみましょう。音楽スタジオ、セッションさんにフライヤーを置いていただきました。ありがとうございます。はい。ここはまあね、音楽教室などもやってらっしゃって、楽器のね、いろんな弦やら何やらも売ってますので、駅近です。はい。よろしくお願いします。はい。なんか告知とかありますか？大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございました。今井屋新装品店さんにフライヤー置かせてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい、ここは布団屋さん。そうです、お布団屋さんです。お布団屋さん。はい、なんかもうね、見るからに寝心地の良さそうな、ありがとうございます。布団のラインナップでね。ありがとうございます。あとね、なんか奥にはね、楽器とかもあるんですけど。そうなんですよ、はい。なんかイベントとかも。やってらっしゃる。え、時々ね。近々イベントとかはありますか？とりあえずはまだ決まってないんですか？5月頃やりたいなぐらいの、ね、なるほど、なるほど。ほうほうほう。おじさんたちなんでね。時間が揃わないですね。なるほど、なるほど。はい。まあ、インスタとか、はい、ね、こう SNS のアカウントとかもあるんで、こうイベントとかする際とかもね、多分そちらに上がると思うんで、はい、ぜひね、フォローして概要欄上げておきます。はい、チェックお願いします。ありがとうございました。ありがとう。カフェやウローズの方にね、今日は来てますけど、ありがとうございます。はい、ライブハウスの方とカフェの方にもフライヤー置かせてもらいますんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとお腹空いて、せっかくね、こないだカフェの方先月オープンしたということで、はい、ね、自慢のカフェランチをいただいていきたいと思いますんで、はい、ありがとうございました。お願いします。ヤロロジでね、ランチをいただいて、せっかくなんで、ここの、ね、本部、イベント総本部のここから、最初、音楽酒場さんね、はい、ちょっと飲みに来ました。はい、コーヒー日本酒だそうです、こちらね。おー、すげー。はい、なんでね、4月16日はね、いい音楽と美味しいお酒をぜひ飲みに来てください。はい、ありがとうございます。はい、この間ギャラリーメトロノームの擬人家電でも紹介させてもらったアールフラワーさんの方にフライヤー置かせていただきました。ありがとうございます。まあ、ここはね、前も言ったんですけど、お花屋さんですね。まあ、僕お花はあんま詳しくないんですけど、綺麗な花がたくさんあって、まあ、雑貨とかもね、たくさんある、めちゃくちゃね、ワクワクするようなお店なんで、ぜひ皆さんもね、遊びに行ってください。ありがとうございます。アールフラワーさんの隣にある暮らしのお店エンさんにもフライヤーを置かせていただきました。ありがとうございます。これもね、西条擬人化店でも紹介したんですけど、こちらは、まあ、食器とかね、お箸だったりの、まあ、生活の雑貨、まあその他もね、いろいろな結構ね、落ち着いた感じの、まあ、おしゃれな雑貨があるんで、こちらもぜひね、チェックしてみてください。はい、ありがとうございます。いつもお世話になってるフランクスさんにもフライヤー置かせてもらってます。ありがとうございます。結構ね、洋服とかね、春の新作とかがバンバン入荷してるみたいなんで、ぜひね、寄って最新作ゲットしてみてください。はい、ありがとうございました。こちらもね、何回か紹介したんですが、三毛カカオさんにもフライヤー置かせてもらってます。こちらはね、西条の酒蔵の日本酒を使った日本酒トリュフっていうのをね、販売しているお店なんで、これめちゃくちゃね、僕もうまくて好きなんですけど、ぜひ皆さんも酒蔵通り寄った際は遊びに行ってください。ありがとうございました。お好み焼き、鉄板焼きのね、我が家にもまたフライヤー置かせていただいてます。ありがとうございます。まあ、ここはね、西条でもめちゃくちゃファンの多い、とても美味しいお好み焼きがあるお店なんで、皆さんもね、ぜひ西条に来た際は寄ってみて食べてみてください。はい、こちらもね、もうギャラリー様様ですね。ギャラリーメトロノームの擬人化店で紹介した木下鮮魚店さんにフライヤーを置かせていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、ここはね、もう見るからにうまそうなね、めちゃくちゃ新鮮な魚を、まあ、取り扱ってるお店で、まあ、今ね、ちょっとあと蔵開きっていうのでね、土曜日に毎週イベントをやってるんですけど、そちらでこの間も言ったんですけど、めちゃくちゃうまい鯛めしですね、こちらを店頭で食べれるということなんで、ぜひゲットして食べてみてください。はい、ありがとうございます。酒蔵通りにあるお茶のお店平野園さんにもフライヤー置かせていただきました。ありがとうございます。こちらはね、もう明治38年、まあ、三原が本店らしいんですけど、まあ、ここはね、最上店ということで、明治38年から続くね、もうめちゃくちゃ老舗のお茶のお店です。美味しいお茶っ葉はもちろん、小茶道のね、道具とかも販売している、結構いい感じのお店ですね。もう最上ね、こう日本酒だけじゃなくてお茶までね、いいものが揃っているということで、酒蔵通りに遊びに来た際はぜひこちらもね、立ち寄ってみてください。以前もちょっと紹介したんですけど、
まあ、カフェトレカサにもフライヤーを置かせていただきました。ありがとうございます、まあ、こちらはねランチももちろんなんですけど、シフォンケーキもふわふわのねシフォンケーキがねめちゃくちゃ美味しいお店なんで、酒蔵通りのねちょっと小道に入ったところにいい感じにあるんで、そちらもねぜひチェックをお願いします。ありがとうございました。酒蔵通りの観光案内所にもフライヤーを置かせていただきました。ありがとうございます。こちらはね、この間も言ったんですけど、お土産グッズ、のんたくんのものだったりもね、いろいろ売ってるんで、はい、そちらチェックしてみてください。で、今ね、こう、さっきも言ったんですけど、こう、蔵開きっていうのがね、毎週土曜日に、ちょっとこの動画が上がる頃には、あと2回かな、15、22ぐらいにはなるんですけど、各酒蔵さんの、こう、新酒だったり、こう、限定酒、まあ、その他、マルシェだったりっていうのが開催されるみたいなんで、まあね、酒蔵通り多分全体で、そういうイベントみたいな感じにね、なってると思うんで、ぜひね土曜日にもよかったら遊びに来てください。酒蔵通りのココロンにもパン屋さんですね、ココロンにもフライヤー置かせていただいてます。こちらもね、まあ擬人化店でもね擬人化されて出したんですけど、まあ、こちらはね岡田師範さんのもう結構ね斜め向かいぐらいにあるねめちゃくちゃうまいパン屋さんなんで、まあ、もしねイベントに来られる際はね立ち寄って、大人気なんでお昼には売り切れたりする可能性もあるんですけど、ぜひね立ち寄って美味しいパンを食べてみてください。はい、ありがとうございました。いつもありがとうございます。早速にもフライヤーお疲れ様でした。ありがとうございます。いつもなんか、なんかありますか。なんか、はい、いつも言うっていうような気もしますけど、ライブってねエネルギー使いますんで、またうちで食べて力しっかりつけて、ライブ演奏していただきたいなと思います。はい、ということでね、まあ、ライブ前は早速に行ってエネルギー補給をということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。雑草のね隣にあるんですけど、初めて来させていただきましたドルチェシフォンさんにもフライヤーを置かせていただきました。ありがとうございます。もうねここね入ってめちゃくちゃ、まあ、シフォンケーキのお店なんですけど、もう入ってねめちゃくちゃびっくりしたんですけども、なんていうんですか、このメルヘンな空間といいますか、ファンシーな空間といいますかね、ちょっとね僕はねおじさんなんで入るのを躊躇したんですけどね、めちゃくちゃ映えるような店内でめちゃくちゃ美味しそうなシフォンケーキ売って出したので、今日はねちょっとお土産に買わせていただきました。まあ、雑草の隣にあるんでね、皆さんぜひね雑草に立ち寄ってご飯食べて、デザートにシフォンケーキ買って帰ってもいいと思いますんで、ぜひ立ち寄ってみてください。ありがとうございました。いつもお世話になってるジュージャーコーヒーさんにもまたフライヤーを置かせていただきます。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、さっき雑草でご飯食べてドルチェシフォンでシフォンケーキ買って、なるほど、はい、コーヒーというね黄金ルートが完成しましたんで、はい、はい、ジュージャーコーヒーさんね、もういつも美味しいコーヒーを飲めるんでね、ぜひ皆さんも遊びに行ってください。はい、ありがとうございます。以前も置かせていただいたラーメン買いすぎにもフライヤー置かせていただきました。ありがとうございます。ちなみにここはねデュークでも出演する小泉夏希がね働いているラーメン屋でもあります。で、買いすぎはね、まあ、西条でもめちゃくちゃ人気なんですけど、この間ちょうどね広島市内の方にも新しい店舗の方ができまして、まあ、西条の方ももちろんなんですけど、市内の方もね気になる方はぜひチェックして遊びに行ってみてください。マジでめちゃくちゃうまいです。はい、ありがとうございました。いつもお世話になってます、もうおなじみのレッドクラウドさんにもフライヤーを置かせていただきました。ありがとうございます。まあ、今日はねちょっと何も変えてないんですけど、まだねお宝発掘できたらいいなと思いますんで、皆さんもぜひねレッドクラウドさん遊びに行ってください。ありがとうございました。というわけでフライヤー配りながらね、今回も西条のいろんなお店を紹介させていただきました。まあ、ちょっとね酒蔵通りであるんで、酒蔵通りのお店を結構多めに今回回らせていただいたんですけど、もうね何回もね回ってるんですけど、次々とねもう新しいお店がね酒蔵通りもあって、もう本当に全部回りきるのにいつまでねどんぐらいかかんだろうって感じでね、もう新たな発見が行くたびにあるのもねこう面白いとこなんですけども、改めましてね4月16日酒蔵アコースティックスタイルということでイベントやらせてもらうんで、ぜひ皆さんチェックをお願いします。今回ねフライヤーを置かせていただいたお店の方もご協力ありがとうございました。こちらもねさっき言ったんですけど蔵開きですね、そちらもぜひチェックをお願いします。はい、ということで今回はね、まあ、フライヤー配りながらいろんなお店を紹介させていただいた動画でした。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。